進行中の自軍部隊を護衛し、妨げとなる敵部隊を殲滅してください。こんにちは、サナエです。こんにちは、走るバッフ。今回のマップはオデッサ鉱山基地になります。サナエちゃん、デッキは初期機体に戻したっす。出撃する地点を選択してください。もう秘密兵器は使わないんですの。1位取るまで初期機体で頑張るって決めたっすから。一応僕の言う初期機体について説明しとくっす。ザク1、ザク 2F 型受撃装備、ザクワーカー、ザクタンク、ザク1スナイパータイプの5機を指してるっす。本当にその5機体で頑張るんですね。サナエちゃん、そろそろ行ってくるっす。出撃準備完了、発進してください。ザク1、走る場、出るっす。全軍出撃せよ。初期機体について補足があるっす。設計図による開発および強化は OK とするっす。強化は OK なんですね。よろしくな。もちろん OK っす。それでも1位を取るのは厳しいんじゃないかしら。最近は10位以内に入ることもあるっすから。あとは腕以上に運の要素が強いと思ってるっす。運ですか？私が少しでもお力になってあげられるといいのですが。大丈夫っすよ、サナエちゃん。必ず取ってみせるっす。ラルさん、かっこいい。ところで今はどの辺ですの？拠点さんの下に向かってるっす。うまくいけば下から制圧できるっすよ。やばー、見つかったっす。ヘルブグさん、あとは任せたっす。ダルさん、こっちに気づいてないっすね。キルッス、誰か、ただ見せろ。うわぁ、見せてほしいものだな。なぜ負けたか。一瞬で消えてなくなったっす。ザク1で連撃取るのは無理があるのでは？いや、できるっすよ。出撃する機体を選択してください。ただ、僕の腕が未熟なだけっす。出撃する地点を選択してください。現時点で、ザク1もザク 2F 型連撃装備も強化途中だし、他の機体はほぼ未強化すから、まだまだ潜在能力はあるんすよ、サナエちゃん。なるほど、そうでしたか。全機体をフル強化した時が楽しみですね。そうっすね。ところでラルさん、どうしてカメラガンを使ってるんですの？本当はレーダーを使いたいんすけど、このワーカーは最初に配られた機体なんす。機体特性がついてないから、あまり GP を使いたくないんすよ。それでカメラガンで我慢してるんですの？そのつもりだったんすけど、使い始めたらこれが面白いんす。ただスコープを覗いてると周りが見えないんで。うわぁ、なんなんすか。どうやら地雷を踏んでしまったようですね。うかつだったっす。それでスコープを覗いていると周りが見えなくて、何ですの？出撃する地点を選択してください。周りが見えなくて、敵が近づいていたり、味方の修理要請とかがわからないから気をつけないといけないって話っす。なるほど、覗きに夢中になっては危険ってことですね。私にもカメラガンを向けて。なんすか、サナエちゃん。なあ、なんでもありません。おほん、この機体が、ザクキャノンと変えた機体ですね。そうっす、ザクタンクっす。なんか、足がありませんね。あんなの、ただの飾りっすよ。偉い人には、わからんのですっす。そうなんですか？私は、ラルさんみたいに、足は長い方が、かっこいいと思いますけど。
このキャタピラの音が、渋いんすよ。でも小さくて可愛いですね。そうっすか。今までタンクは、ほとんど使ったことがないんすよ。でも、ガクタンクは小さいんで。思ってたよりも、使いやすいっすね。これなら、キャノンの代わりに、使っていけそうっす。秘密兵器に、頼らずに済んでよかったですね。なんか、やばい展開になってきたっす。ガルカン。うわぁ。どうしたそれで終わりか。ガクタンク一気に、ひどいです。カノンさん、これが戦場っすよ。さすが、殿方は違いますね。霊夢ちゃんから、お違いですね。カナエちゃん、霊夢ちゃんの他にも、仲間がいるんすか？はい、マリサがいますけど。霊夢ちゃんに、マリサちゃんすか？今度、会ってみたいっすね。で、霊夢もマリサも、連邦をメインに、実況してますし、ジオン兵のラルさんには、会いたくないんじゃないかしら。おほっほっほ。そうっすか、連邦メインなんすか。じゃあ、ジオン兵の僕に会うのは、まずいっすよね。そうなんです。まずいっすよ。おーほっほっほ。じゃあ、今度、ガシャの時とか。さあ、何でしたっけ？座談会かしら？そう、座談会っす。そういう時に、あの部屋なら、入るんじゃないっすか？こたつ部屋のことかしら？あの部屋、こたつ部屋って言うんすか？はい、人間こたつの置いてある部屋ですの。そのこたつ部屋で、みんなに会いたいっすね。座談会とか、僕も出てみたいっす。どうしたんすか、サナエさん。僕、なんかまずいこと言ったっすか？ありがとう。いえ、ちょっとぼーっとしてしまいました。でも座談会に出るのは、どうなんでしょう。まずいっすかね。部屋も狭いですし、まずいっすよ。おーほっほっほ。あの部屋に4人は、やっぱり狭いっすよね。カナエさんと2人。真ん中に並んで座れば、大丈夫と思ったんすけどね。ありがとうございます。真ん中に2人？並んで座るんですの？それはグッドアイデアです。ラルさん。ラルさんが、もっとお近くに。当日、霊夢とマリサが、欠席すれば、ラルさんと二人っきりに。ちゃん。かな。ちゃん。かなえちゃん。かなえちゃん。あ、見せてほしいものだな。失礼しました。飛行オーラの働き。大丈夫っすか？かなえちゃん。はい、一人で妄想。じゃなくて、ありがとうございます。ちょっと、ぼーっとしてしまいました。おーほっほっほ。戦場で、ぼーっとしてると、危ないっすよ。そうですわね。まあ、僕も、よくぼーっとしてるっすけど。ありがとね。ところでラルさん。今回は、支援機の使用率が高いんですね。生き残るために、どうしたらいいかと。試行錯誤してるんすよ。ガクタンクも、持ってきてるっすから。ジェイクとタンクで回してみようと思ってるっす。そうでしたか。ラルさんは、食器隊の中では、どの機体が一番好きなのかしら？まだ、十分使い込んでないので、はっきりとは言えないっすけど、今のところ、僕は意外っすね。やばいっす、みんな一斉にやられてるっす。うわぁ、僕もやられたっす。でも、逆立ちしたって人間は神様にはなれないからね。この絵、虚しいですね。出撃する機体を、それじゃあ、バイクで出るっす。選択してください。いきなり激しいですわね。あっという間にアーマーが半分になったっすよ。かなりヤバいっす。機体はエースです。
お気をつけて。了解っす。敵戦略兵器の破壊に成功。お、無防備な敵を発見したっす。つい、外したっす。お、もう一機。今度こそ。仕留めたっす。ヤルさん、お見事です。うわぁ。エプライ、お茶の子最先。今のは、どうにもならなかったっす。さすがエースっすね。エースは強いって、お兄さんの言う通りでしたね。強すぎるっすよ。出撃する機体を選択してください。また出撃が出るんですね。選択してください。レーダー持ってたら、出したいっすけど。出撃する機体を選択してください。カメラが必要なんで、出撃する機体を選択してください。見せてほしいものだな。なるほど、敵が拠点さんの下から。こちらに、出てこようとしてるんですね。そうなんすよ、かなえちゃん。これ以上、ゲージの差がつくと、お手上げっすからね。ネズミは、僕しか叶えたやばいんす。もう一機いたいっすね。うわぁ。ラルさんに。これ以上好きにさせない。あら、回復感謝っす。ここは、一旦引くっす。もう少し、修理と補給したいところですね。リペアポット、置いてくれたっすよ。修理済ませて、出直しっす。よし、行ってくるっす。ヤルさん、頑張って。そこ。やべ、やっちまったっす。削りきれないっすね。拠点の防衛を優先。連邦に触れてやるものなど何一つない。レーダーは破壊しとくっすよ。こっちのレーダーもっす。味方がいるうちに突っ込むっすよ。いなくなってしまいましたよ。ロボックが、なんで一撃でやられるっすか。ヤルさん、一人で突っ込むなんて。カナエちゃん、男なら、勢いでやるときもあるっすよ。うわぁ。この型って方は、霊夢と同じですね。再び、やっぱり、引くべきだったっす。そういえば、お兄さんも同じでしたね。兄貴も、突っ込みすぎてたんすか。はい。兄弟でよく似てます。出撃する地点を選択して、出撃する地点を選択してください。支援機で出るんですね。もう少しカメラガンを使ってみたいんす。霊夢は赤いマーキングを嫌がってました。マーキングされると嫌なもんすよ。霊夢ちゃんの気持ちよくわかるっす。しまったー。私としたことが。霊夢ちゃんとは気が合いそうっすね。そんな、霊夢はとんでもないバカですのよ。おうほっほっほ。そうなんすか。僕、頭のいい子が好きなんすよ。嫌ですわラルさん。こんなところで私のことが好きだなんて視聴者の方が見てますよ。どうしたんすかさなえちゃん。ドキドキ顔が変っすよ。ヤルさん、お疲れなんですよ。こいつ、こいつに、やったっす。あら、聞こえていなかったようですね。なんか言ったっすか、かなえちゃん。いいえ、もういいんですの。
うわぁ。なぜ負けたか。砂に。配管を砕け。砂かすっすか。R4、ビームライフルってやつっすね。ジオンにも、同じような武器があって。テストしたことがあるっす。出撃する地帯を選択して、出撃する地点を選択してください。もっと、テストパイロットでしたね。そうっすよ。残り時間が、少なくなってきましたね。だいぶ押されてるので、あとの時間は、このタンクで防衛するっす。それと、前回に引き続き、お知らせがあるっす。部隊員募集の、お知らせですね。そうっす。たくさんの方が、舞台に来てくれてるっす。まだ、全員まで余裕があるので、引き続き、募集してるっす。舞台名は、灼熱のマンピー。隊長名は、ハルチ。サバは、フランチェスカになるっす。僕たちと一緒に、舞台を盛り上げていきましょう。直接、入隊申請していただくか。わからないことがあれば、隊長まで連絡してほしいっす。ちなみに、隊長のハルチさんは、クレになるっす。皆様のご入隊を待ってるっす。ウプ主からの、お知らせがあります。いつも、たくさんのコメントいただき、ありがとうございます。とても、励みになっております。コメントには、返信するようにしているのですが、もしかしたら、返信のレア、バグって返信してしまった方もいるかもしれません。そのような場合、これではありませんので、ご了承ください。と、うつ主が申しておりました。何でも、コメントの整理がしづらくて、そのようなこともあるかもとのことです。以上が、お知らせとなります。ありがとな。ガルさん、そちらの状況はどうですか？地上に厳しいっす。本拠点以外の、すべての拠点を取られて、攻め込まれてるっす。なんということでしょう。核が出てるっすけど、今さら、どうにもならないっすね。危機感がいないから、どうなったのでしょうか？なんとも言えないっすね。危機感以上に、歩兵力にも、差があったのかもしれないっす。こうなったら、一気でも撃った撃つしかないっすね。核の護衛に、行ってはどうでしょう。サナエちゃん、タンクの開けて、間に合わないっす。南側も、本拠点の前で、戦ってくれるといいんすけどね。そうですわね。まあ、核がうまくいっても、敵戦は、厳しいと思うっすね。あのブルーディストリーは落としたいっすね。やったっす。サンタン、お見事でした。で、あれ？うちの核にやられたっすね。自分が情けないっす。戦闘の戦績報告です。でしたよ。いや、人よりも報告です。あの終わり方は最悪っす。お前はよくやった。しかし、戦いの中で戦いを忘れるとこうなるのだ。今回は反省点が多かったっすね。これに耐えて次回から頑張ればいいんですよ。かなえちゃん、いいこと言うっすね。それではこの辺でご視聴ありがとうございました。サナエちゃん、座談会楽しみにしてるっす。本部より、お知らせが届きました。なんか？回避するコンテナを選択してください。